ピースパーテのローの紹介部分が笑うについての反応集。チャンネル登録高評価コメントお願いします。さあ行くぞ。ローの紹介だけひどすぎないか。何もできなくて草。ダメ人間みたいに言うなと思ったら格もなかなかだった。かわいそう。すげえ良い声で言ってそう。ワンパ本編の扱いの方がひどいのでセーフ。他はともかくえげないのはしょうがないだろって知った。能力者みんなそうなのにわざわざ泳げないって書いてあるのくさ。ほぼ全巻ローだけろくな情報紹介されてないの笑う。ま、飲み食った人間全員の紹介に書いてあると思ったらそういうわけでもなかった。雑すぎる紹介文で本当笑う。個人的に格のキリンデスの方がひどすぎて笑ったわら。これお笑い芸人のキリンの挨拶ネタじゃねって今さら気づけいた。川島かよ。ワンパの虎男しれっと混じってるし雑に扱われてすねるしガチの友達感ある。何さんのみかんも食えねえから返してたしな。虎男は公式でこの扱いでいいんだ。横の画像でキリッとしてるのがさらにダメ。ルッチが猫じゃらしに陥落した回で楽しい P9 メンツが見守っててそれ以上やるとあいつローみたいにキアラが崩壊するって言われてたので本編で他のキャラたちもキャラ崩壊してるって認識なの笑う。いじられ続けてもなんか許してくれるし。そりゃマゼランを曇らせるような作者だから。泳げない、計画があまりうまくいかないまではいいよ。まだでも梅干しが嫌いはもう狙ってるだろ。この紹介はどう考えても愛されキャラ。嫌いなもの全の世は逆に気になるのがワンピースパーティーの虎男。紹介文どころの話ではないと思ってるんすがね。ちゃんと監修されてるっぽいからお脱出的に虎男がああいう扱いされるのは気にしないっぽいが。作者はコラさんが好きすぎて精神がコラさんになっててローの可愛いとこいっぱい書いてるみたいなレス濃くすぎて笑った記憶がある。なぜか消えてる時もある。この紹介文の回のローは一体どんな扱いなんだ。これダブル CI での3次の扱いのタロだっけ。ワンパの虎男はキャラ崩壊どころじゃないよね。愛されてるのはそう。ワンパ作者はローとコラさんとエース好きなんだろうなと思う。ワンパ作者は絶対エースコラさん生存イフゲンパロ同人誌出してるって表に納得しかなかったやつ。赤ん坊になってた主義におむつ替えさせられた男やぞ。ワンピースパーティー読んだことないけどギャグ全開なのかいいね。読みたい。ワンパでコラさん救済学パロやった時はおだっちにネーム見せてるって聞いていいんですかってなりました。いじられ以外だとコラさん好き部分が強調されてるイメージもあるな。ワンパトラ男はカゴ化した時にパパママとかで泣くコラさんを呼び出したのはなんでってなったが、赤ちゃんになってもクラシャって泣くんだもんな。ワンパのローが描いたメンタルヘルスを勧められるレベルのベコのイラスト、マジで病院行きなってなるから好き。ワンパ時空にお前には何が見えてるんだろう。ローが記念コイン集めてるのをこんなにこすってるのワンピースパーティーだけでしょ。作者監修付きワンパでネタにされてるレベルまではつく者の中でありだという恐怖。まあ本編からして頭にチョッパーとかちょびひげとか正当な読者とか見バカとかしてるから、オールキャララブスピンオフでの不憫めな徹底的ギャグ落ち自体はそこまで違和感ない枠ではある。想定外じゃないとは言ってない。コラさんのイメージおにぎりみたいなの作る回もなかなかビビった。これ本当に先生から許可出てんですか。ノース4のプリクラを生み出してくれてありがとう。これがオタッチから許可が出たという衝撃。ドフラミンゴのあの微妙な顔もワンパ生産。ワンピースパーティのローといえば、ルーキー女体化イラストをよく見たら手のタプーが可愛かった覚えがある。だいぶキャラ崩壊してるけど、オタッチネームチェック済みみという錦の御旗があるという事実。小田先生訂正するとこは本当にそこでいいんですか？ホーキンスにホーちゃんというあだ名を生み出した功績はでかい。ギャグスピンオフとはいえ公式で学パロして原作の記憶もちっぽいローがコラさん救って生存展開に行く流れはよく許可下りたなって感じする。キャラの生存 F はオダッチも書いてるし別にタブーなイメージないぞ。試し読み覗いただけで想像以上にはっちゃけてて笑うんぴ学ぶって真面目なスピンオフだったんだな。パーティと学園ってそんなに違うの？パーティは原作のギャグ学園は学園ものなんだ一応。ローも大概だけど、自分はローと麦わらの一味がイバンカ妻家する回のゾロの話に出てきたミホークがツボ。ワンパローは一人だけ原作記憶あり転生パロやってるとか聞いた。この作者に黒すぎるどの日常漫画書いてほしい。梅干しを食べてしまったローかわいい。無法。顎ひげジョリジョリされてんのほんと草。確か戦隊モノネタで名前長くてすいませんって謝ってるのがあって笑った覚えがある。ローが幸せそうならそれで OK です。はん。
ビビとローっていう一味と縁が深いビビは一味だけど同士の会話とかあるから新鮮なんだよね。多分だけどワンパの作者さんってローが好きだけど活躍させすぎるとひいきになるから抑えよう矢印いじりが多くなったのタイプでこのキャラ嫌いだからいじったろの精神で書いてないから不快感がないんだよね。ギャグスピンオフだから好き嫌いは分かれるけど自分はワンパのロー好きよ。ワンパはキッドが真面目にツッコミキャラになってるの面白い。ワンパのローはいじられキャラなのに作者はローのこと好きなんだろうなってのは読んでて伝わってくるの面白い。格は川島だった？小田ってスピンオフのセリフまでチェックしてるのかよく過労死しないな。ビブルカードも小田戦ひじりの完全監修だしな映画にスピンオフにアニメに設定資料集と地獄のような忙しさしてそう。